チャッキー王子の大怪獣映画館、地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガンです。まだ見てない方、これから見る方はブラウザーバックよろしくお願いします。はい。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかおはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。これから行かれる方いってらっしゃい。チャッキー王子でございます、えー。チャッキー王子はピンピンしておりますよ。はい。えー、今日はですね、ゴジラ対ガイガン。えー もともとね、これはね、ゴジラ対キングギドラで計画された、あの、脚本らしいんですけども、外観があまりにもかっこいいので、外観を敵怪獣として扱うことになりました。外観っていうのは、あの、宇宙恐竜を細胞化した怪獣なんですけども、まあ、ウロコのあたりからして、えっ、ー、と、キングギドラとの関係性もね、あるんじゃないかと言われてます。まあ、あの、 えー、M、ハンター、宇宙星人が、あの、地球侵略のために、えー、ガイガンとキングギドラを呼んで、まあ、それに立ち向かうゴジラとアンギラスって形でね、えー、まあ、完全にアイドルプロレス映画になってはいますけども、やっぱりガイガンかっこいいですよね。はい。えー、まあ、もったいないことに、メーサーャのミニチュアが壊されますね。はい。 もう、希少価値があると思ったらもったいないですね。はい。で、まあ、アンギラスとの名コンビ、ゴジラ、いつの間にか、あの、怪獣総進撃あたりから仲良くなっちゃって、えー、古文扱いになってまして、えー、その関係性がすごくあの、個体というか、あの、アンギラス好きですね。うん、で、ゴジラを演じた赤島春夫さんは、これで、あの、ツーツーアクターをお会りになります。はい。 で、キングギドラも相変わらずかっこいいですけどね。はい。えー、まあ、あの、いいセリフがありまして、あの、車が破壊されまして、えっ、ー、と、途方に越えてると、村井邦夫さんが、あの、走ろう。親からもらった両足で走ればいいんじゃないかっていうーンがあるんですけどね。まあ、さすがにね、いい感じです。しかしですね、 巨大な画面に映し出されたゴキブリ GG ですね。は、ちょっとショッキングでありました。はい。えっ、ー、と、まあ、その後外ガガンはゴジラ対メガロンと、あと、ゴジラファイナルウォーズに出てくるんですけども、あの、まあ、あの、ゴジラフェスの外ガガンレクサかなは、よくできた作品だったと思います。はい。 えと、東方チャンピオン祭りとして公開された一本。はい。生まれてなかったですね。はい。とういうことで、シャッキオチでした。またね、チャンネル登録よろしくね。